えー、地震3つの対策、えー、安全対策です一つは揺れを感じた最初のうちにすぐ外へ出るということ、えー、机の下に潜ったり、えー、退避しないということです閉じ込められたら逃げられませんのでとにかくドアを開けてです、ね、閉じ込められないようにするというそして上から何か落ちないような場所を確保してそこ,に、えー揺れをま、そこで揺れを待ってるということ。 えー、2番目は、えー、家具を全部1 2 0ンチ以下の低いものにするということ、えー、高いものは2段になっている食器棚とかは、えー、上と下に分けてですね2つに分けるということですねで低くしていれば倒れることがないので、えー、家具を全部あの低くします、えー、棚ののような高いものがある場合は その手前に頑丈なテーブルなどを置くということで、えー、下には重たいあの本を入れて上には軽いものを入れるということです。それから3番目は、えー、水を冷凍するということ、えー、ペットボトルでも、えー、氷でもいいんですが、えー、保冷剤は入れないで、えー、氷そのスペースがあるんだったら水を凍らしておけば。 それはあの停電になった時にしばらく持ちますし夏でもすぐは溶けないのでえ冷凍庫が持ちますそしてえ溶けたものはあの水として飲用になりますので飲料水になるのであの何日間かはえそれで過ごせますのでえその3つを私はえ実行してます。